僕らの別荘。テス最近サウナ行ってる？行ってないな。サウナもえぐいもんな人。なんかね、なんかサウナの前で並んでない？マジで？あ、そう。行ったとこそうだって。なんかその外気浴じゃなくて、みたいなのを。なんか中が人数制限されてて、だから並んで順番待ちしてますよ。でもそれ絶対時間制限とかあるでしょ。いや、ないです、ないです。それないの？それはない。そうなんだ。もう僕が言ってるとこほぼ全部ないか。痛いだけ言っていいの？そうそうそう。でだからあーって出てきたらもう入るって。だから正直半減、もう超半減。自分のタイム、だから半減、半減が、あの効果というか、整いが外気浴何分やって入るみたいなルーティンが、その並びで崩れる。完全に崩れる。あ、そういうことか。サウナ屋さんの前に並んでるんじゃない？俺もそう思った。あ、浴場のサウナ室の前に、なるほどね、裸の男たちが並んでるってこと。あ、そういうことか。そう。だからちゃんとさ、ルール決めてさ、その二郎みたいにさ、同じロットで入った人は同じタイミングで食い終わるように頑張ってさ、横のやつとロットバトルしてどっちがより早く出れるかバトルってさサウナって耐えなきゃいけないじゃん。より早く出たやつが偉い。早く出たやつが偉い。そんなサウナ来んなよ。一瞬じゃない、そんな。逆によ。サウナロットバトルしたらいいな。でも本当場所によるかも。今はあるんだ、そういうの。でもうん、まだそう厳しくやってるところもあれば、もう別に前みたいに中で喋んのは禁止だけどとか、うん、しゃもう絶対もう沐浴してくださいみたいなんで、もう沐浴っていうか、ガンジス川とかで。違う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 、絶対違う、その黙るの方のね。え、あの体を清めるやつじゃなくて。いや違う違う、そっちじゃなくて。人生観変わるやつじゃなくて、あのバタフライするやつじゃなくて。そう、ガンジス川でバタフライある、ありますね。小説あれ、何だっけ、エッセイわかんない、映画もあったよ。パフィーの歌詞の可能性ある。いやいや、北京ベルリンみたいな中で。ありえるな、本当に。白のパンダ、白のパンダって言ってるもんね。やばいよ。すごいから、ね、パフィーっていうか井上陽水か。井上陽水、ね、すごいから、ね。風あざみって単語もないんだよね。え、そう聞いた。風あざみ。あんな言葉ないらしい。さまよう。井上陽水も本当はいない。井上陽水もない言葉らしい。いや違う違う。ない言葉というか、なんというか。なんか井上陽水って本当なんかこう、お元気ですかみたいな囁いてるイメージあるじゃないですか、うん、けどマジで声でかいらしくて、え、だからもう本物すぎて、うん、井上陽水です。いや違う違う、その全く声張ってる感じしないのにめちゃくちゃ声でかいから、うん、そのタモさんが喋ってたエピソードで、うん、そのゴルフ場に一緒に行ったんですって、うん、俺ちょっとタモさんみたいな、ちょっとそこ来てみたいな、本当真後ろから話しかけられる感じだと思ってパッて見たら、マジで点の位置だったらしいですよ、井上陽水が。じゃあ絶対サウナ来ないでほしい。確かに、沐浴できない、沐浴できない、もうちょっとなんかその暑い時のあーとかも多分、暑あざみやるな。すごいすぎる、暑あざみ。支えてる本人は、支えてる、暑あざみって言ってるだけなのに、暑あざみって聞こえるから、ロールあざみ、熱波師アザビ、アザビなんだよ、その場合。絶対来ないでほしいな。でもまあ、井上陽水はいいけど、とってもあいつは入れないからな。何それ。井上陽水がタトゥーやったら入れないから、ね。まあまあサウナにね、それ。井上陽水じゃなくてもタトゥーだったら入れないだろ。いや、井上陽水だったらよりダメじゃない。え、ないよ、それ。タトゥー。もともとがダメになってる。ちょちょ、その。俺らの中で。うん、より。あ、じゃあ、井上陽水逆に入れるの？マイナスにマイナス。プラスなのここにアザミのタトゥー。そうそう。アザミのタトゥー。ないな、このタトゥーってな。声量大きいから。アザミの花だよ。風あざみ、あざみってそう、風あざみがない、風あざみとか、あざみの台とかのあざみか、あざみの台、あざみの、あ、そう、あざみのとかの勝手に台にすんの、あ、そっか、富士見台、富士見台か、青葉台、青葉台か、台ばっかり、あ、鈴木の、鈴木のか。石何のタトゥー入れる？入れねえよ。なんで入れること前提で喋ってんの？首に、
首に、ね、一番痛いやつじゃん首って。なんか痛いとかの方じゃねえだろ。痛いってその痛いよ、ペインの方よ。そのまずタトゥーそこ入れたくないですの方だ。いや違う、痛いとこに入れたくないだろ絶対。痛くなかったら入れていい。いや違う、その一番痛いんだよ首って。お尻とかって痛くなさそう。麻酔してさ、うん、入れるじゃあ麻酔痛くないんで。だって麻酔って入れるの麻酔打つ前にまず忘れないように。お医者さんが。いやいや、お医者さんの忘れないように麻酔って入れな。そう、俺じゃないからそれ忘れないの。ちょっとおしゃれにするために注射のマークも入れていい。ここに打ってくださいって出て、でポイント打って、ポイント打って。いや入れないよ。タトゥーでも入れるなら何入れたいの。入れるなら、うん、内脇っていうの。脇だよそれ。内脇、なんて言えばいいの、この辺、二の腕の内側とかに、うんうん、なんかボストンバッグとかのタトゥー入れて、なんかどういうこと。ボストンバッグの絵絵を。なんでなんかその、大事なものをなんか持ってるみたいな、うん、何それ。意味合いでね。何それ。え、ここには意味あるの。いやだからそのあんまり見せるもんじゃないっていうね。あ、そういうこと。そう、自分だけ。ほんとこんなとこなんて自分しか見ないじゃないですか。いやでも背中とかの方がよくない。いや背中したらバレちゃう。背中はだから自分が見えないから嫌ですね。自分が見えこうちょこちょこ見て確認したい。だからそのなんかバイで自分の大事なものみたいなニュアンスで。ボストンバッグなんかこう詰めて。だからあるじゃないですか、それこそボストンバッグ一つで東京に出てきたぞみたいな。ナップサックの方がいいんじゃない。ナップサック最悪正直。ドラゴンのナップサックだっけ。絶対嫌。ドラゴンのナップサック。ドラゴンの裁縫セットのタトゥー入れた。いやないよそんなの、うん、でこっちにドラゴンの彫刻刀のセットそのいやあったけどね当時のアニメのやつとかね。背中にむちゃくちゃ和彫りの竜入れてドラゴンすぎる。むちゃくちゃ石本も和彫り入ってるもんな。入ってねえよ。ああ。やめろって入ってるみたいになるから。カットして。いや違う。いやマジみたいにすんの。一切入ってない。ごめん。ボストンバッグの中は一応何入る？設定として。設定として、その昔、うん、そのなんかお世話になった人にもらったタクシー代みたいなのが、うん、使わずに入れてるの。まあ、1万円みたいなのオンとして。これはだから、うん、ありがとうございますって言って持って帰ったけど、うん、でも釣りももうお前それで好きなもん食えって言われたけど、うん、いやこれはお忘れないっつって、うん、俺はその日歩いて帰ってその1万円、うん、でそれをまあその人と何回も飲んでるから、うん、30万円ぐらい入ってる。たまった金でボストンバッグ。それでボストンバッグ買った。ボストンバッグ買ったじゃない。じゃあ空か。空のボストンバッグだ。何言ってんだ。タトゥー入れんだな。でも家族の名前とか。ええー。でもベタなのどうじゃん。サチコとか。いやもう猫からいかない。でもアニメの絵とか描いてもらう人いるよね、海外の人って。いるね。悟空とかそれこそ。そう。入れてる人いるかもね。うん。じゃあ俺人空かな。人空入れんの。人空かな。いや俺、うん、バイオレットちゃん入れる。バイオレットちゃん。ええー。バイオレットちゃん全然いいじゃん。全然かっこいい。で、大きく入れてほしいな。胸とかに。うん、ちょっと半分見切れてるバイオレットじゃんとかなんかガッツ。そうだせえじゃん。半分見切れてるバイオレットじゃん。だけどさ、体は続いてんだよ。そう、けどその、ここも正面から見たときに、うん、その半分だけこう見てるバイオレット。じゃあ自分に対してバイオレットじゃんがこっちにいるってこと。そう。意味わかんねえ。ちょっとだけ出てきてるバイオレット。意味わかんないって。何それ。石井さん、自分の体にさ、バイオレットは等身大で出てる。なんでだよ。プロジェクションマッピングみたいな映してるみたいな。バイオレットちゃんバイオレットちゃんかなと思ったら石井じゃないいいじゃん、指も全部このオートメールみたいな。確かになんかさ、あのブルーライトみたいなさ、あーブラックライト、ブラックライトみたいに入れれないのかな。でブラックライトで光るなんていうのもあるよね。ある。あ、そうしたらだから俺かと思って真っ暗したらバイオレットちゃんだ光り輝くバイオレットちゃんが浮かび上がる。それはいいな。よくねえよ。なんだよそれ。何が嬉しいの。ブラックライトバイオレットちゃん。お前は見えないんだよ。だそう。なんか見えた方がいいとか言ってる。今日なんか本当真っ暗になったら人を感動させれる。感動しないよ。バイオレットちゃん。バイオレットからここにボストンばっかり。それは俺のが入っちゃってるから。きっと。風あざみ。あんな言葉ないらしい。さまよう。井上陽水も本当はいない。井上陽水もない言葉らしい。いや違う。ない言葉というか、なんというか。本当はそうらしい。